はい、今回トヨタ新型 CHR のフルモデルチェンジの情報が入ってきたんで、ね、そのデザインとスペックで新装備関連と価格達成時期について紹介していきます。トヨタのコンパクト SUV っていうのライズとかヤエスクロス、カローラクロスがあって、もう CHR に関してはもう生産終了してフェードアウトっていう情報あったんですけどね、まあ、やっぱりフルモデルチェンジする情報が入ってきたんで、まあ、順を追って紹介していきます。来週になった2021年の累計販売台数が分かるんですけどね、現時点では1月か11月の累計販売台数しか分かってないんですけどね、まあ、月間にして最近と1000台弱しか売れてなくて、で初代 CHR 現行型 CHR は6年前ですね、今2022年1月なんで、2016年12月14日に販売を開始で、3年後に2019年10月18日にビッグマイナーチェンジして、もうその間にはもう小改良とか特別商社とかですね、もう何回か改良とか追加されていて、で新型 CHR は、まあ、現行と一緒でプリウスがベースで、新型に関しては第2世代の GAC プラットフォームを採用で、新型のデザインがフロントにはトヨタの電気自動車 BZ4X から来る最新のデザインコンセプトを採用し、よりスポーティーに、まあ、駅伝でも BZ4X 走ってましたよね。 BZ4X ではなくて BZ4X って呼ぶみたいで、でリアに関してはウィンドウの傾斜が大きくなり、クーペ SUV 形状が維持され、高い走行性能が感じられる仕上げに、で専用のエアロやサスペンション、ボディ剛性がアップし、スポーツモデルですね、 GR スポーツも同時に発売を開始して、内装に関しては最新デザインを採用することにより、よりスポーティーで力強い仕上げとなり、まあ、質感とかが向上。インテリアカラーに関してはブラックのほか、ブラウンやホワイトも設定することで、ユーザーの好みに合わせた選択に対応。ブラックとかブラウンはまあ現行もあるんでイメージがつくんですけどね、ホワイトって意外ですよね。で装備面として、8インチの高解像度中央タッチスクリーンが標準装備、常時4の交通情報を使用したクラウンドベースナビゲーションが搭載されるほか、トヨタスマートコネクト利便性が向上。で、インフォテインメントシステムに最新のアップルカープレイ、アンドロイドオートに対応して、で、Amazon Alexa にも対応するという情報です。で、メーターには高精細なディスプレイを搭載することにより、多彩な情報ドライバーに提供。で室内空間がアップし、設計を見直すことにより、走行ノイズを低減。で、快適性もアップ。まあ、若干ですね。前上とホイールベースが延長するんで、後席の膝周りの空間も若干ですけどね。ミニスペースが拡大されて。で、スペックの方が、上が新型で下が現行車で、新型の全長が4m40.5。車幅が1メートル80で、前後1メートル57。ライバル車で言えば、ベゼルとか、マツダの CX3 とか、あとはスバルの XV とか、三菱のエクイプスクロス、で、レクサスの UX あたりですよね。あとは日産のキックスあたりがライバル車で、トヨタの中でだと、ヤイスクロスとカローラクロスの間の中間の、ボディサイズで、で下は現行車で、現行が全長 4m38.5 なんで全長2センチ延長して、で車幅 1m79.5 なんで 5mm ですね、車幅広くなって、前後現行 1m55 なんで2センチ前後も高くなって、まあコンパクト SUV としてもかなり前後低いんですよね。 CHR 1m57 で SUV ですからね。で、ホイールベースが2メーター64で、2メーター66ですね。2センチ延長して。で、最小回転半径は現行車と一緒で 5.2 メーター。最低地上高に関しては14センチ、肉ですね。で、エンジンも判明してきていて、2つ。直四 1.2 リットルのガソリンターボを継続して発売開始。119馬力、19.1kg なんで、若干ですね。出力もトルクもアップして。で、二つ目が、
直列4気筒の 2.0 プラスモーターのハイブリッド、現行 1.8L なんですけどね、 200cc アップして2ターエンジンを積んで、プラスモーターのハイブリッドですね。エンジンが146馬力 19.2kg、 フロントモーターが109馬力 20.6kg、 リアモーターが7馬力 5.6kg で、で改良で CHR を発売して2、3年後に EV 使用者も追加するみたいで、で最新燃費測定数値でガソリン車 14.9 というのは現行車ですね、新型が 17.2kg/L で、ハイブリッドの現行は 25.8kg/L なのが、新型では 27.8kg/L になって、まあ1割ぐらいですね、低燃費になって、でトランスミッションは CVT と6速マニュアル、 1.2L の方が 1.2L ターボの方が CVT と6速マニュアルの設定があって、ハイブリッドに関しては電気式無段変速機ですね。で駆動方式は 1.2L のターボ発売当初から2と4の設定があって、ハイブリッドも2と E4 の設定ですねが追加されて、でもちろん乗車定員に関しては 2AC と5名乗車、まあ、カローラクロスはもちろん、確かラブホーもハリアも2SC と5名乗車しかないですよね。3列シートは確かなくて、プラドカーですね。3列シートがラインナップされていて。まあ、全長4メーター40ってことを考えたら、3列シートは厳しいですもんね。そんなこと言っても、シエンダとか確か4メーター40なくても、3列シートあるんですけど、まあ、ミニバンなんで、SUV で4メート40の全長で3列シートって確か国内 SUV 車にはなかったと思うんで、まあ、2列シート5名乗車ですね。無理やり3列シートの7名乗車とか8名乗車作ったところ、まあ8名乗車じゃないですけど、3列シートの7名乗車作ったところで、ただでさえ2列シート5名乗車でも CHR 狭いですからね。で、予防安全パッケージ。まあ、改良とかマイチェンでだいぶマシになりましたけど、それでも他のライバル車に比べて安全性低いんですけど、新型 CHR に関しては、まあ、来週14日に発売予定のボクシーとノア以上の安全性能になって、次世代型のトヨタセーフティセンスへと大幅進化で、機能類の方がプロアクティブドライビングアシスト、歩行者探知機能付き衝突回避新型のプリクラッシュセーフティ、まあ、昼夜間の歩行者自転車に対応してレーンディパーチャーアラート、下級グレードにオートマチックハイビームで、中間にメイクアプション、最上級に標準装備のアダプティブハイビームアシストで、全車速のクルーコン、レーンテンシングアシスト、ロードサインアシスト、先行車発進告知機能、安心行車アシスト、アドバンストドライブ、トヨタチームメイト、アドバンストパーク、パーキングサポートブレーキで、行車アシスト付きブラインドスポット警告、まあ、これプラスまた新しい安全性能とかが追加してくるっていう情報もありますけどね、まあ、現時点で分かっている安全装備としてこれらの装備がついてきて、まあ、一部メイクオプションとして設定されていて、で価格の方が 1.2L のガソリンターボが238万2000円から最上級291万3000円 GR ではなくて標準車の方ですね、でハイビットが274万5000円から304万5000円まで、これは現行車の価格で、新型に関しては、まあ、7、8万価格アップして、ガソリン車が246万か298万円、ハイビットが279万円か309万円 でヤイスクロスより高くて、まあ、カローラクロスそんなに変わらないですけどね、まあ、装備面が CHR の方がいいですし、質感とかも高いですからね。カローラクロスに関してやっぱりカローラがベースなんで、そこまで質感は高くないんで、で発売時期に関しては来年の今号ですね、2023の1月号に発売、フルモデルチェンジ予定という情報です。また新しい情報が入り次第順次ですね、紹介していこうかなって考えてます。もう2022年以降はもう試乗車とかそんなに撮影しないと思うんで、こういったネット関係の紹介とか見積もり動画ですね中心に動画の方ですね、アップしていこうかなって考えてます。はい、今回トヨタコンパクト SUV の CHR をフルモデルチェンジ、ナイガソンデザインとスペックで、新装備関連と価格と値付きについて紹介しました。